この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Let's go。 新年おめでとうございます。今年も全日本プロレスはやっぱり激しく明るく楽しいプロレスを目指して全員一丸となって頑張りますので、今年もまたよろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。新春ジャイアントシリーズの開幕戦を迎えております。こちらが現三冠チャンピオン川田俊明、こちらが前元三冠チャンピオン三沢光晴であります。おーほ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 ー、早くも小川と秋山、うわ、小川とあそこにあります。その他秋山と菊池、ただゴングは鳴っておりません。荒れます、荒れます、荒れてきました、荒れてきました。あー、投げた投げた、そして田植えが、田植えが、田植えが秋山、田植えが秋山とあそこ、そして三沢がセカンドローク、大技、エルボー、ダイビングエルボー、何事か何事か、今ようやく、今ようやくゴングが鳴られました。60分の一本勝負。いやー、馬場さん、これはそうですね、まあ、浅くんはね、非常に気合が入ってましたよね。そうですね、やはりこのシリーズ行われますアジアタック王座決定リーグ戦に向けて早くもホームラン立っております。浅子、そして秋山潤、田植え明、動けません、全く動けません。秋山が田植えを振った、エルボー、田植えダウン、田植えダウン。さあ、やむなく場外に、放送席前にエスケープ、それをするりと考えることすらなく、一瞬の余裕すら与えず、朝子が追います、フォローします。さあ、リングの中に戻しました、早くもカバーした、サードロープをつかみます、田上明であります。さあ、長子隊軍が一気加勢と攻めてまいります。そうです、小川が今画面左はありますが、収まらないのは小川であります。いきなり朝子に食らってしまいました。さあ、ロープ、ドロップキック、打点の高いドロップキックであります。一瞬小川を確認して冷静な攻めであります。三沢光晴サイドスープレックス、三沢、思えば昨年の7月、スティーブ・リアムスに敗れて三冠王座から転落いたしました。そのベルトも今はウィリアムス、そして川田と主役に移っております。しかし昨年末、世界最強タッグ決定リーグ戦は前人未到の3連覇、偉業を成し遂げました三沢であります。さあ、浅子悟、さあ、そして秋山潤、ロープに振った、合体した、そして浅子は走った、フェイスクラッシャー、馬場さん、いい連携ですね、これは。そうですね、ですからね、はい、浅子とか菊池とか小川、はい、こういうものをね、あの連携プレーというものをいっぱい使っていかないと、はい、その体の大きな人たちにはやっぱり、はい、太刀打ちできませんからね。そうですね。さあ、ロープに振った、ドロップキック、左の肩口、秋山潤、エルボーを返した、田植え明でやります。さあ、秋山潤、全日マットで迎える3回目のお正月のシリーズであります。さあ、三沢、1月24日山形にて世界タッグ選手権試合、チャンピオンこの三沢小橋組に川田田植え組がチャレンジいたします。その前哨戦、いや、その前哨戦を上回る激しい開幕戦。さあ、浅子が序盤戦飛ばします。ロープに振った、ドロップキックです。返す刀で今度は川田だ、そして田植えだ。小川が、リングインしようというところを私のヘレヘレに制止されております。投げしています。さあ、このシリーズから新しく変えたシューズ、ニューシューズで円錐切りを見せました、田植え。そして川田が入りました、川田としやき、おーっと、あえて相手のコーナーに向けてホイップいたしました。川田が足足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 、突き落とした、突き落とした、おーっと、秋山の目、秋山、飛び込んだ飛び込んだ、もう技じゃない、
列に向かって投げ捨てました。そして鉄柵を外して、鉄柵を外して、さあ髪の毛を掴んだ。これは通路です、粗道です。床の上で、床の上でボディスラムか。いや、これは観客席のあたりでしょうか。いや、正確な状況把握は難しいところでありますが、あ、これはお客さんの階段席のあたりにボディスラムです。川田俊明、1月19日大阪にて三冠初防衛戦を迎えております川田俊明。そしてその後1月24日山形にて世界タッグ選手権試合チャレンジャーとして挑みます川田俊明。このシリーズ全日マットの勢力図が大きく動く、そんな予感すらいたします。開幕戦後楽園ホール、さあ馬場さん、この川田の荒ぶる魂はどうお考えになりますか。まあ、これはね、川田がやっぱり、怒っても、ね、いいところだと思いますね。怒らなきゃおかしいですからね。そうですね、また怒られるようなこと、怒るようなことをね、やっぱり、したんですから。そうですね、それはもう、秋山にしても浅野にしても、はい、覚悟の上だと思いますがね、はい、それにどう対応するのかね。そしてこの両雄、1月8日博多では一騎打ちが予定されております。川田 vs 秋山、博多の一騎打ちに向けて両選手ヒートアップしております。そして小川、あの2人です。さあ小川吉成、現在28、今年こその思いひとしおでしょう。おっと、放送でおっと、浅子悟にエルボーであります。そうです、元の始めはこの浅子小川のビッグゴング前のあの攻防にありました。一気にヒートアップいたしました。まあ、この小川義成、昨年9月クロバットを相手に世界ジュニア2度目のチャレンジがありましたが健闘むなしく敗退いたしました。今年こその思いひとしおでありましょう、小川義成であります。さあ、そして田上明であります。田上の足元ご覧ください。このシリーズからニューシューズであります。足のサイズは29、おー、ハイキック、ジャンピングハイキック。田上自身も24日の山形での世界タッグ選手権試合、そして翌25日福島においては三冠王座挑戦者決定戦と2日続けての大一番、このシリーズ予定されております。三冠王座挑戦者決定戦、対戦相手はスタン・ハンセンであります。こちらも楽しみです。さあ、張りました、一周一撃、秋山ダウンです。さあ、そして川田が入ります。まさにデンジャラス K、 踏みつけます。デンジャラスな汗が川田の額からポタリポタリと秋山の胸に落ちております。1月19日小橋相手に防衛し、そして1月24日山形で三沢川田から世界タッグのベルトを奪取し、五冠を輝きたいところであります。このシリーズ川田俊明、サッカーボールキック、鈍い音が館内に響き渡ります。さあ、場外に振りました。そして川田と小橋の川明がその秋山をつかみます。放送席前です。さあ、この田上も花道に出ようっていうんでしょう。これは鉄柵を利用した、これは未だかつてない鉄柵を利用した、これはギロチン殺法であります。まあ、世界最強タッグ決定リーグ戦、今年こその思いがあった田上でありますが、優勝することはできませんでした。まあ、これまで世界タッグのチャンピオンになったことがあるんですが、最強タッグ優勝経験はありません、この田上明であります。この6選手それぞれにこのシリーズ、いや、この95年に向けての思いが交錯しておりますリング上です。60分の一本勝負、
正規軍対長子大軍の一戦をお届けしております。さあ小川義成がトップロープに登ります。川田がボディスラム、フットスタンプ、そして小川もかダイビングのフットスタンプです。どうでしょう馬場さん、この小川義成95年に期待するものは。もうね、そのこの小川なんかはね、はい、いろんな面でキャリアもね、技もね、素晴らしいものを持ってますからね、はい、僕は今ジュニアの選手権には一番その側が近いんじゃないかと思ってますからね、はい、そうすると近々この小川にもまたチャンス到来ということになりましょう。さあ秋山純、ちょっと胸を押さえておりますけど、おーっとっとキッチンシンク。試合時間10分を経過いたしました。ゴング前の激しい攻防がありました。ゴングを鳴らされてからは今10分であります。非常に密度の濃い序盤戦、ここに来て秋山が捕まっております。長子大軍は秋山純、キッチンシンクです。アジアタックチャンピオンのカンナムエキスプレスが世界を目指すべくベルトを返上したことによって開催が決定いたしました。このアジアタック王座決定リーグ戦、この秋山は大森と組んでもちろん優勝候補筆頭と呼ばれております。しかしこの秋山が開幕戦苦しい戦いを強いられております。集中的に下腹部腹のあたりを狙われております。さあ今度は頭です。場内が不気味にどよめきます。さあこの田植えは1月の24、25と大一番を控えております。そしてこの川田は19日が三冠、そして24日が世界タッグであります。さあ起き上がりこぼしチョップです。さあ何度も起き上がってそしてこぼしてチョップします。思う存分やりたい放題川田俊明、もう支柱引き回しのごとき引っ張ってそしてチョップです。2カウントです。さあ朝子が今ちらりと画面でも捉えられましたが、今にもリングインしそうという体勢でありますが、しかし三沢は動きません。秋山の動きをじーっと戦況を見つめております。バックドロップです。返します。こちら三沢光晴、汗が光ります。まあ今年の秋山も、まずはアジアタックに照準を合わせてくるというところでしょう。過去4回アジアにはチャレンジしておりますが、いずれも敗退しております。さあしかし今宵つかまっております秋山純。さあ三沢が、そして朝子が手を伸ばします。さああと20センチというところで小川が手を払います。どうでしょう馬場さん、この秋山に対しても今年95年は、随分とプレッシャー強くなってくるでしょうね。そうですね、随分ね、最強タッグでね、はい、ハンセンダー、ウィリアムズだね、経験をしましたからね、はい、強敵と対戦をして、はい、そして力をつけてきている、力をつけてきているだけに周りから、より一層この、目の敵にされるというかライバル視されてまいります。しかし誰しもそういう時期を経て頂点にたどり着くわけであります。
ロープに振りました。田上です。抱え上げました。さあどうする。十分な体勢からのパワースラムです。ツーカウントです。川田が合体するか。さあ秋山返す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 。獅子粉塵だ、獅子粉塵。あっと、しかし神戸を垂れる、神戸を垂らす。顔面蹴り、あっと、またダウンです。すでに青息と息か。秋山純取りましたが、朝子が果敢に入ってまいりました。朝子を流す、投げ捨てる。そしてたまらずに三沢が入りました。三沢 VS 川田俊明、エルボーエルボー、一の張り合い、一の張り合い。そして川田ダウン。試合時間15分を経過いたしました。さあ三沢だ、三沢だ。ヤンヤの喝采、後楽園ホール。さあ三沢がロープに走った、顔面蹴り。君が肘なら俺は足だ、足をカットした。肘だ肘だ、肘鉄砲。さあ三沢がタイガードライバーか、タイガードライバーか。返しました、着地した、バックに待った。ジャーマンか、ジャーマンか。おっと、これはまあ大車輪キックと申し上げましょうか。不十分な体勢からキックを放ちました。さあ場外で秋山がダウンしております。現在3対2、調子大軍ピンチ。しかし、ああ三沢ダウン、三沢またもダウン。田上のハイキックを浴びました。さあパワーボムか。あっと返した、返しました。三沢真骨頂、顔面蹴り、神戸を垂らす。さあ今度こそパワーボムか、パワーボムだ。大技炸裂、フラッシュがたがれる。ツーカウントです。さあ田上明、94年新春ジャイアントシリーズ、まさに新春ダッシュ、新春スパートであります。取った、のど輪か。朝子が入る、朝子投げ捨てられる。おお、肘でカット、肘で打った、スピンキック。田上ダウン、田上ダウン。一言朝子に放ちました三沢。そして果敢に朝子が入る、打ってきます。さあ対角線だ、しかし逆に振られた朝子悟。キックでカット、さあ三沢が入った。さあ緑の連携か、抱えた三沢、ニュートラルコーナー、据えた。さあ朝子が入る。さあなだれか、なだれた、んなだれしのブレインバスターか。トップロープから打ちますか。ああ、不十分な体勢、逆に投げられてしまいました。いや、この辺り馬場さん、田植えの怪力を見る思いしますね。そうですね。さあそして、そうです、この2人からシックスメンタックマッチは始まったのであります。朝子ダウン、朝子ダウン、朝子ダウン。さあ場内ヒートアップ。さあ髪の毛をつかんだ、ニュートラルコーナーだ。収まらない小川義成。おっと返す刀で今度は三沢だ。しかし三沢がエルボーで一瞬。さあ目まぐるしく攻守入れ替わります。シックスメンタックマッチ、正規軍 VS 長州大軍。抱えた抱えた抱えた、かわしたネックブリカードアップ。小川18番。さあ川田が顔面蹴り、顔面蹴り蹴り。ただいま場外放送席前では朝子悟が悶絶しております。大丈夫でしょうか、エプロンサイド戻れるんでしょうか、ちょっと心配です。投げました、サッカーボールキック。さあ起き上がりました秋山純、ボディスラム、サッカーボールキック。さあおなじみのこの川田の攻めに対してゆっくりとゆっくりと起き上がります。エルボーです。さあどこまで耐えられるか、試されている秋山純。さあこうなってくると 1.8 博多での一騎打ちはがぜん注目であります。さあ投げようとしましたが、それを腰で払いました。おーっと足を取った、エルボー
掴んだ投げました。いやー、秋山一歩も引けを取りませんね、馬場さん。そうですね、こうやってね、さっきも2度も蹴られたんですよね、それをね、起き上がってね、はい、打ったっていうのはやっぱり素晴らしかったですね、はい、ノーザンライトだ、ツーカウント。そしてこのノーザンライトの前、馬場さん、わざとカウントワンで起こしたんですね。そうですね、さあ自分の必殺技でホールドしたいという、そういった思いが伝わってまいります。さあ今一度行くか、変形の裏投げ行くか、投げた、技にこだわる、執念、怨念、情念だ、カバーするか、カバーできない、田植えカットする、場内ブーイング、しかしこの男ブーイングで光合成して強くなるんです、田植え明、ダイナミックティ。さあ新しい靴でぐいぐい押さえつけております。三沢がカット、さあ新春の光を浴びて全選手が光合成して強くなっております。さあ返した、ハイキック。そしてリングの中では秋山と川田と千秋、20分を経過した、かわした、あ、キックだ。こちらは場外放送席前、田植 VS 川田でやります。さあリングの中では秋山が、これはダウンか、秋山ダウンか、危ない、ツーカウントです。さあ今年初めての重体ストンピング攻撃が沸き起こっております。ドラケンホールストレッチプラブが入った。さあギブアップする前に浅子がカット、満を持してカット、その浅子に小川、浅子が場外放送室前に振られました。さあ試合が正規軍ペースでやります。パワーボムか、十分な高さ、しかしエプロンサイド三沢、あ、これはもうダメだ、カウント3、三沢がカットに入りません。最後は十分な体勢からの川田と志明、渾身のパワーボムでやりました。秋山が捕まりました。馬場さんいかがでしたか。いや、秋山ね、負けましたけども、はい、いいファイトをしましたよね。金河新年、本日はお年玉特別企画と題しまして、全日本プロレス中継サーティビデオコレクション全12巻をセットで3名の方にプレゼントいたします。そしてさらなる大盤振る舞いとして、なんと世界タッグチャンピオンズチーム三沢光晴、小橋健太、三冠選手権者川田俊明で、最後に私福澤明のサイン色紙も一緒にプレゼントいたします。応募先はご覧のところまで、1月31日の決心まで有効です。今年も全日本プロレス中継サーティをどうぞよろしくお願いいたします。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。今ゴングが鳴りました。さあさあ組み合ったダグファーナスが大森を抑える。さあじっくり様子を見ています。バトルロイヤルといえば何といっても鍵を握るのが永原遥の動きであります。有力選手を巧みに使いまして、92年93年は永原遥ベスト4まで残っています。さあ最初に脱落するのは一体どの選手でしょうか。さあリングライン、平星のごとくスター選手が一堂に会しました、このバトルロイヤル。さあジャイアント馬場はじっくり周囲の状況を見守っております。
まだカウント3奪われた人はいません。おーっとこの辺りは非常に選手が集中している。誰が囲まれているんでしょうか。ピンク、おお、エーゲンですね。エーゲン、エーゲンが集中攻撃を浴びています。さあそれをブレイクいたしました。今度はキマラ、ジャイアントキマラ。昨年のこの大会はスタンハンセンが優勝しました。最後に残ったアブドーラザブッチャーをラリアット一戦、賞金100万円を掴んでいます。さあ今年優勝するのは果たして誰でしょうか。さあキマラがリング中央あたり捕まった。おっとカバーカバー、5人6人のしかかります。あっと消えました、ジャイアントキマラが消えました。さあ全員ロープにへばりつけまして周囲の状況を伺っております。さあウィリアムスが、ウィリアムスが突っかけた、タウエに突っかけた。リング中央ではハンセンと小橋、ハンセンと小橋。さあ1対1の形、リングの随所で見られるようになりました。さあバトルロイヤル、サバイバルが2人、生き残るのは一体誰でしょうか。一昨年のこのバトルロイヤルではサンハンセンがスパークいたしました。川田の頭部に12針を負う大怪我を負わせまして、川田はその後13日間欠場。何が起こるか分かりません。大森が、大森がカウント3奪われました。さあキマラが消えました、大森も消えました、ブッチャーも決めました、消えました。去年ベスト2に残ったブッチャー、早くも姿を消しております。さあリングに仰向けになったその瞬間に5人6人の選手がカバーに向かいます。ラッシャー木村も消えました。さあハンセンが、ハンセンが、あーハンセン5人6人抑え込みます。スタン・ハンセン、昨年のチャンピオンが消えました。さあしかしまだリングの上ではご覧のように大勢の選手が残っております。さあリングに背中をつけたその瞬間、5人6人といった選手がカバーに入ります。さあ背中をついたら危ないぞ、背中をついたら危ないぞ。さあ小橋が川田をパワーボム、あー川田が消えました、川田が消えました。今度はその小橋が危ない、小橋が危ない、あー川田に続いて小橋、川田からカウント3奪った小橋が続けざま消えております。さあリングの上では1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11人の選手が残っております。まだ11人、まだ11人います。さあ今年このバトルロイヤルを制しまして賞金100万円をつかむのは果たしてどの選手でしょうか。あとリング中央、カンナムの選手です。これはダグファーナス、ダグファーナスが消えました。さあ一番この中で体力を消耗してないのは誰でしょうか。ジャイアントババはじっと周囲の状況を見守っております。ああ、ジャイアントババ、エーゲン遥か、エーゲンを使って戦況を有利に持ち込もうというんでしょうか。あっと危ない、危ない、ドリーマーが消えました、初来日のドリーマー消えました。さあこの辺りからエーゲン遥か、作詞エーゲンの策略がものを言うんです。有力者をうまく使うんです。さあエーゲン、さあエーゲン、誰を使う、誰を潰す。ジャイアントババ、まずはジャイアントババ。さあエーゲンの頭の中ではどんな絵が描かれているんでしょうか。誰を使って誰を潰すんでしょうか、作詞エーゲン。さあまずスミス突っかかっていきました。おっと、おっと、3人がかりでエーゲン、エーゲンが危ない、エーゲンが危ない。さあエーゲン捉える、尻餅をついて危ない、背中がついたらその瞬間が最後です、このバトルロイヤル。あっと2人がかり、ウィリアムスエース組、エーゲンを攻めていきますがジャイアントババレスキューに入りました。ここでエーゲンを救出、美しい姿です。
新春恒例100万円争奪ヘビー級バトルロイヤル、リング上残っている選手は 1,2,3,4,5,6,7,8 人、8人の選手が残っております。日本人選手はジャイアント馬場、永元遥、田上明、三沢光晴、そして本田多門であります。外国人選手はウィリアムス、エース、そしてジョニー・スミス残っております。生き残っております。さあ背中がついた、2人3人覆いかぶさる、ジョニー・スミスが消えました。ジョニー・スミスが消えました。あーっと、エーゲン、あーエーゲン、エーゲン危ない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 、残念、エーゲンが消えました。エーゲンが消えました。さあエーゲンが消えた今、実力勝負、1,2,3,4,5,6 人の選手、さあこの中から100万円をつかむのは誰でしょうか。今何やら馬場が本田の耳元でこそこそっとつぶやきました。さあ三沢膝をついた、背中をついたら危ないぞ、背中がついたら危ないぞ。さあさあリング上、外国人選手はエースウィリアムズ2人だけ、日本人選手が揃って力を合わせてこの2人から潰していくということも考えられます。馬場はニュートラルコーナー、馬場はニュートラルコーナー、その馬場に向かって残りの選手全員歩み寄っていきます。あーっと田上が行った、エースが行った、さあウィリアムズも行った、本田も行った、それを次々とチョップで蹴散らしていきます。ジャイアント馬場、来るなら来い、やれるもんならやってみろ、そんな気迫がみなぎります。あーしかしリング中央、田上が、あー背中がついた、危ない、馬場危ない、ジャイアント馬場がここで消えました。さあ残るは5人、残るは5人、日本人は三沢、田上、本田、そして外国人選手ウィリアムス、エース。さあジャイアント馬場が消えました。この5人のうち100万円のお年玉をつかむのは誰でしょうか。おっと、田上が本田を突き飛ばしました。背中を相手に見せてはいけません。さあエースウィリアムス、ダブル攻撃、さあ危ない危ない、カバーする、こうなってはもうどうしようもありません。本田多門が消えました。三沢、田上、ウィリアムス、エース、さあリング中央、三沢とウィリアムス、おっと、おチョップ合戦、チョップ合戦、この2人の対決、田上そしてエースが見守っています。エースが飛び出した、三沢をロープに振った、いや振り返した三沢、エルボー、さあタイガードライバーの体勢、あ危ない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 、あバックを取った、さあしかし背中を見せてはいけない、バックドロップ、さあしかし三沢は大丈夫です、まだ残っています。さあ田上バックドロップ、いやカバーはできません、カバーはできません。そして野田はこれはカウント3入るでしょう。リング上3人の選手が残っています。さあ田上、ウィリアムス、あそして三沢がいるんですが、ちょっとダメージが大きいよう、まだ立ち上がれないでいます。その三沢にウィリアムスが突っかけた、田上は場外、おっと消えたはずのエースが場外で田上にエースクラッシャーを食らわせました。これはついていません。田上待っていたのはエリムス、ドクターボム、あーっとカウント3、さあ
三沢か、それともウィリアムスか。三沢のダメージの方が大きそうだ。場内大きな三沢コール。さあバックドトラブライト、三沢はすでにウィリアムスのデインジャラスバックドロップを一発食らっております。さあロブトだ、消えたはずのエースがアシストした。おっと、クマシクマシクマシ、これを見かけたクマシ、ものすごい形相でエースに救えていった。危ない、バックドロップ。さあリング上、三沢ダメージはどうか、ダメージはどうか。さあバックドロップを2発食らってしまった。3発目、ウィリアムスのバックドロップ3発目。三沢天を仰ぎます。100万円争奪ヘビー級バトルロイヤル、カウントは、お、一瞬左肩が上がりました。さあカウントは今度こそカウント3。スティーブ・ウィリアムスビッグなお年玉100万円を獲得いたしました。優しくって。ちなみに現チャンピオンの川田は6回目のチャレンジ、まあ、かなりこの参加。おーっと、フラッチャー、そしてそれをかわしました。もうね、このウィリアムスの力っていうのはすごいですからね、このね、足腰の良さですね、まあ、俗にナチュラルパワーと言いますが、まあ、どの部分をもってしても非常にエネルギー、そして筋力十分に蓄えております。さあ今度は先ほどの小橋へのお返しであります。鉄柱を使います。さあ放送席前でありますが、担ぎ上げましたよ。さあどうするんでしょうか。おー、リングの中に戻しました。投げ入れました。普通ですとサードロープの下から入れるわけなんですが、セカンドロープのところから投げ入れました。さあ御年34歳スティーブ・ウィリアムス、そして小橋健太は27歳であります。まあ、このスティーブ・ウィリアムス、現在セコンドにおりますエプロンにおりますジョニー・エースと組みまして、最強タッグは7勝2敗で第4位という成績でした。馬場さん、この成績はどう評価されますか。世界タッグは、そうですね、最強タッグですね、はい、川田チーム、はい、三沢チーム、福井らに負けたんですよね、はい、ですから、作戦をうまくやると勝たないにしても引き分けに行けたと思うんですね、それだけの力は持ってますから、はい、あとはそのウィリアムスなんかは自分一人の力を頼りますからね、個人プレーになっていきます、どうしてもそのエースと2人でいろんなその技を、攻め技を、はい、研究すれば素晴らしいチームだと思うんですね。なるほど、もう勝つ可能性は十分あると思うんですね、はい、さあそしてタッチをしてジョニーエースがトップロープであります。ダイビングラリアット、まあ、しかし一頃に比べるとこのエースを、まあ、いい意味で利用するというかコンビネーションが上向いているんじゃないかという。そうですね、このエースが、ね、はい、非常に良くなってきましたからね、さあかわしました。バックに待った、バックドロップ、岩石落とし一つ見舞いました。ジョニーエース食らってしまいました。小橋健太、さあ小橋健太が菊池にタッチ、走るゼロ戦キックであります。フライングのニールキック、ジャンピングニールキックから、お、今度は串刺しのゼロ戦キックであります。さあ低いアングルでのスープレックス。さあこの金実よし、今年95年悲願のジュニアのベルトに向けて、そして何よりもアジアタック王座決定リーグ戦制覇に向けて、この開幕戦いい形で白星発進したいものです。さあ捕まりました。あ、トップロープを使ったギロチン殺法、しかしまだ目はしっかりと見開いております。30分の一本勝負で争われます。
小橋菊池組対ウィリアムスエース組のタッグマッチ。おトップロープに宙吊りであります。さあウィリアムスが入ります。小橋がカットに入ろうというところ、しかしウィリアムスの攻めは収まりません。この菊池は朝子と組んでこの新春ジャイアントシリーズアジアタック王座決定リーグ戦参加いたします。ロープに振りました。合体してのショルダータックルです。パワーがあります、重みがあります。カバーした。2カウントです。さあ今一つ小橋を睨み、何かこれ見逃しの技を持ち込むのか。カバーします。2カウント。体重が123キロのスティーブ・ウィリアムス、対する菊池はわずかに92キロであります。さあ馬場さん、菊池としてはここからですね。そうですね、このまま沈むようではいけません。95年の菊池、昨年以上に期待されるところです。両の足を取りました。女性ファンからも通用と声援が飛んでおります。菊池剛、平成4年の5月にはこの菊池のふるさと仙台にてこの小橋健太とのタッグでアジアタックの頂点に輝きました。非常にこの流れの速い全日マット勢力図においては非常に懐かしい思いすらいたします。さあしかしこのシリーズ、いま一度アジアタックの頂点に輝くチャンス到来。アジアタック王座決定リーグ戦が組まれております。さあ下半身に食らいつきます菊池剛、ここからの頑張り期待しましょう。バックに待った。さあどうだ、ちょっとフラフラ、危ない、エースクラッシャーか。小橋が入る。小橋が頸動脈ショップフライニールキック、いいですよ。さあこれタッチだ、小橋健太リングイン。さあコーナーに追い詰めた青春3倍速か。さあ体勢を入れ替えました、ジョニーエースです。さあお互いに譲りません。最強タッグではこの小橋健太に向かってムーンサルトプレスも見せました、このジョニーエースです。一歩も譲りません。連続逆水平の見せ所、お頸動脈ショップに変えた。さあ対角線にホイップするのはジョニーエースだ。ジョニーエースホイップした。さあどうする、ラリアット、カウンターラリアット。小橋に一日の長ありか。さあサイドに回って抱え上げました。さあどうする、投げ捨てるか。荒技に持ち込んでおります小橋健太。さあカバーします。2カウントです。さあ小橋健太に対する声援、それに負けずを取らずジョニーエースに対する声援も飛んでおります。今年みそじを迎えます進化が問われる1年になりそうだジョニーエースから、そしてスティーブ・リアムスです。さあ張った張った張った、張り合います張り合います。譲りません譲りません。おーっと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 、肉弾、はい、波、おーっとバックドロップ投げ捨て、投げ捨てました。危ない危ない。さあ菊池剛が、さあカットに入ります。菊池が放送席前に投げ出される。さあデンジャラスバックドロップとまではいきませんでしたが、投げ捨てのバックドロップでありました。さあこれは絶体絶命のピンチか小橋健太。さあ菊池がカットに入ります。さあ菊池この後どうする、おーっと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 、腰のあたりか、いや足、左の足を狙っていきます。さあスティーブ・ウィリアムス左の足をちょっと気にしております。さあ小橋としてはどうやらタッチをしたいようですが、そうはさせません。ウィリアムス回転してジョップ、さあタッチ、手を伸ばす手を伸ばす、タッチ成立。さあ菊池剛
先ほどまでのお返しをしたいところだ。今15分も警戒としました。ボディスラム、起き上がる、これでいいんです、これでいいんです。さあ菊池剛、投げるウィリアムス、起き上がる。さあこれが菊池の良いゾンビであります。ラリアットかわした、空を切った、足をかわした。さあ菊池、今だ今だ今だ、菊池沈むな、ここでひるむな。さあ起き上がれ、ジョニーエース、そしてスティーブ・リアムス合体します。投げ捨てます、エルボー、ジョニーエース、そしてウィリアムス。さあそして小橋健太はまだエプロンに上がることができません。さあ放送席前、小橋健太、さあそのジョニーエースを下半身狙います。さあ大きな試合の山場が訪れそうな、そんな気がいたします。場外でウィリアムス、そして小橋健太です。さあリングの中で、さあこれはナダレシックか、ブレインバスターか、ナダレシックのブレインバスター、大技炸裂、菊池剛カバーした。菊池ツーカウントです。火の玉ファイト、ガッツマン菊池剛。さあこちらは場外です。さあジャーマンだ、ジャーマン菊池剛、ジャーマンスープレックスホールド。馬場さん、菊池頑張りますよ。そうですね、今はなんか良かったんですがね、はい、さあ超スタイ軍チャンス、超スタイ軍チャンス、菊池がオンザトップロープ。さあ下からウィリアムス、下からウィリアムス、場内からはため息。しかし小橋がまだエプロンに戻ることができません。おっとナダレシキ、ナダレシキエースクラッシュ。1.19 大阪に向けて瞳の奥に、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。今ゴングが鳴りました。さあさあ組み合ったダグファーナスが大森を抑える。さあじっくり様子を見ています。バトルロイヤルといえば何といっても鍵を握るのがエーゲン遥の動きであります。有力選手を巧みに使いまして、92年93年はエーゲン遥ベスト4まで残っています。さあ最初に脱落するのは一体どの選手でしょうか。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Let's go。 さてそのジャイアントキマラのヒップアタックを自爆させました大森から秋山にスイッチであります。このチームではチームリーダーの秋山、そして大森がジャイアントキマラの大きな大きな腹にストンピングであります。今日はピンクのペイントが施してあるジャイアントキマラのボディに今度はジャンピングにアタック、勢いがありました。いいですね、桃田さん。いいですね。要するにこういうパワーのある大きい選手をですね、はい、もしそのホールするようなことができれば、それはまた自分たちの自信になりますしね。そうですね。あの彼らラフファイトが得意ですよね、要するにブッチャー、はい、木村組は。だからそういう彼らに勝つことができればね、今後にものすごい彼らに、あの要するに秋山大森組にとっていい、あのなんていうんですか、自信になると思いますよね。はい、試合前も言っていました、まあ、パワーでは負けているけれども、はい、なんとかこの若さ、スピードでかく乱して、はい、このブッチャー木村を分断して勝負に出たいということを言っていました。早いタッチワークですね。大森にスイッチしました。大森2回目の登場、木村の左足を取って倒しました。
やはりこういう体格の大きく違う選手と戦うときはまず倒すことも大事ですね。そうですね、やっぱりある攻める場所をですね、はい、決めて、まあ、まあ今の場合足ですけども、そういうところをもう要するにタップワークを早くして、はい、要するにもうなんかダメージを与えて、要するにチームワークをなるべく作らせないようにする、それがもう最高の要するに狙い目ですね。そうですね、足をまだ離しません。そしてレッグブリーカー大森隆夫です。躍動します。若武者188センチ110キロです。いい体格です。さあ木村が飛んだ。木村のネックブリーカードロップ、これがあるんです。一発逆転。そしてブッチャー、一発逆転の神様アブダララブッチャーが地獄抜き。年末の武道館に響き渡る地獄抜きであります。ショルダータックル、そして髪の毛を掴んで立ち上がらせてニュートラルコーナーに、ターンバックルに顔面を何度も何度も打ちつけます。ラフファイトはお手の物アブドラザブッチャー。そして今度はキマラの脳天、大森たまらずダウンであります。そしてこの後、これはモータさん目の中に指を入れてますね。そして今度はチョーク気味頸動脈ですか、はい、しかしこのブッチャー選手の手なんですが、はい、バンデージが固く巻かれてるんですよ ね、 そ, すね、それじゃなくてもですね、ブッチャー選手の手は、ね、もうコブだらけですからね、はい、もう角質が変化してしまって、そうですね、まさに肉体の一部が狂気になっているという感じのアブドラダ・ブッチャー、はい、本当に秋山選手も言っていましたけれども、地獄好きはものすごく痛いんだそうですね。そうですね、なんでこんなに人間の指が硬いんだろうというふうに感じるほど指が硬くなっているそうです。アブドラダ・ブッチャー、今度は全体重150キロの全体重を利して踏みつけ攻撃。そしてフルフルッと、キマラがコーナーに上がっているぞ。不気味です、不気味です。高いところからジャイアントキマラ、ダイビングヘッドバット。ちょっとロープでバランスを崩した分、急角度で大森の背中に当たりましたね。当たってますね。当たってます。エルバードロップ。痛めた背中、ヒマラがヘッドバットを打てば、そこに今度はブッチャーのエルボー。さあ定石通りの試合運び、今度はキャメルクラッチ気味、背後からブッチャーです。苦しむ大森隆夫。最強タッグリーグ戦初参加のこの大森秋山とのコンビ、ここまで得点は勝ち点は6です。まあなんとかこの2人はね、はい、いわゆる4強、ね、この一角を倒して大物食いをしたかったと、いうことなんですけれども、当然彼らは狙ってたでしょうね。さあ木原走る、ボディースプラッシュ。さあ木原が、あっと後ろがぶった。ものすごい圧力であります。2人合わせて320キロ。今度は木村がダイビングのヘッドバット。これやっぱりあの、はい、ブッチャー選手がものすごくうまくリードしてますね。そうですね、いやしかし強烈でした。木村が、まあ、ブラインドを作っておいて、後ろからブッチャーが駆け込んできた。そうですね、この辺のチームワークは素晴らしい。そうですね、全くの死角からものすごい圧力が飛び込んでまいりました。あれでキマラはムチ打ちにならないんでしょうか。今度は高口にチョーク攻撃、これもまた頸動脈ですね。そうですね、完全に捕まりました。スピードで撹乱したかった秋山大森組ですが、ここに来て大森捕まっています。今度はまた170キロのキマラが乗りました。サードロープを利用して、これは反則攻撃であります。レフリーのカウントが入りました。ブッチャー木村組はもちろん要するに体重を生かしていい、ね、いい攻撃してますね、はい、やはりこの体力体格の差というものを存分に生かした攻撃で、若手の2人アスナロコンビを追い込んでいます。ここはやはりなるべく早めに秋山にスイッチした方がいいですね、しかしそんな糸間を与えないのがブッチャー木村であります。そして今度は本に忠実に、今度は腕を取ってストレッチ気味に入って、そうですね、先ほどヘッドバット、あるいはエルボーで痛めた脇腹から背中のあたり、 そうですね、そのあたりに攻撃を加えて、さらにパンチを落とします。ジャイアントキマラ
ブッチャーが入りました。ブッチャータックの顔です。来日回数もすでに70回を超えているアブドラダ・ブッチャー、1970年初来日ということですから、来年も来日でも25年。そうですね、すごいですね。アブドラダ・ブッチャー、おー、持ち上げた、ボディクラブ。しかしこれで背中にダメージを負いました。ここで秋山にタッチ、このスイッチいいですね。いいですね。一つ攻めておいての秋山にスイッチであります大森。さあ秋山潤が出てまいりました。思いっきりラリアットを叩き込んでいきます。今度はモンキーグリップドで投げた、一回転アブドラダ・ブッチャー、ギロチンドロップ、速い攻撃、もう一回ロープに飛んで繰り返しギロチン。さあバンバン打っていかなければいけません。秋山潤、これを簡単に返しました。ブッチャーであります。92年9月17日後楽園ホール対小橋店でデビューした秋山潤であります。今年3年目、さあ逆転の地獄好き一発です。キマラにスイッチ。しかしこの流れを変えるのがうまいですね。うまいですね。ドロップキック、高さもある、胸の当たりドロップキック。さあキマラも乗ってきた、ベッチャーのエルボー、短い組で打っていきました。そして今度はあとまた体重を利用して2発3発打ってくるカウントファイル、大森間に合った、大森がストンピング。しかしヒマラが動かない、動かない間にブッチャーが大森を落とす。いやー、なんとも自分たちのペースに持っていきようがないアスタロコンビ。さあ秋山が今度は側頭部にヘッドバット、ジャイアントヒマラ、何やら念仏のようなものを唱えたキマラが走っていく。さあ自爆をかけた、そしてキックから、おっとノーダンライト、ノーダンライト、セアブロック、勝ったカウントクリー、秋山大森回数点でなんと桃田さん、いやすごかったですね。キマラ組を破りました。優しくって世界ジュニアヘビー級チャンピオンでもありますダニー・クロファットです。さあ先陣を切るのはスタンハンセンか、それおっとスタンハンセンがリング内に戻り残りました。今ゴングが鳴りました。30分の一本勝負で行われますタッグマッチ、スタンハンセン・ジョニー・スミス組対カンナムエクスプレスダニー・クロファット、ダグ・ファーナス組です。先陣を切ったのは黒のショートタイツスタンハンセン、そして世界ジュニアヘビー級チャンピオンダニー・クロファットであります。まだ記憶に新しい昨年12月10日最終武道館大会、1994年の全日本プロレスの幕を閉じたのはスタンハンセンの川田に対するラリアットでした。さあそのスタンハンセン、95年新春ジャイアントシリーズ開幕戦、どのような動きを見せるんでしょうか。リング上サイドのヘッドロック、クロファット今ブレイクしました。おー、顔面早くも好調してまいりましたスタンハンセンです。さあ組み合った、左腕ねじっていきます。昨年末悲願の世界タッグに挑戦するためにアジアタッグを返上したい、カンナムエクスプレスが申し入れました。全日本プロレスはこれを受理、いよいよ世界に向かって動き出したカンナムエクスプレスであります。その世界タッグをものにするためにはこのスタンハンセン避けて通れない相手です。さあリング上密着技、大きな背中スタンハンセンです。技の一つ一つ重みがあります。ハンセンショルダータックル、クロファットが吹っ飛びました。全日本プロレスに存在するタイトルを総なめにしてきたこのスタンハンセンです。
三冠王者、世界タッグはもちろん、チャンピオンカーニバルでは92年93年と2連覇を成し遂げました。さあそのハンセンからジョニー・スミスにスイッチ。ハンセンに引き続いてクロファットの左腕を攻めていきます。さあしかしこの辺りさすがにうまいクロファットです。おお、ものすごいパワー、ジョニー・スミス。テクニシャン同士リングライスクッと立ち上がりました。向き合います。場内からは大きな声援、ジョニー・スミス。さあ筋肉獣ダグ・ファーラスが今日最初のリングインであります。距離を取ります。ジョニー・スミス、そしてダグ・ファーラス。ファーラスのバックを取りました。ジョニー・スミスくるっと向き合う。さあグラウンド、どちらが主導権を取るか。凄まじい攻撃です。密着技、左腕を取ったのはファーナスです。片膝をつきます。足を開いて十分な体勢。このダグ・ファーナス、パワーリフティングの世界記録を次々と打ち立てるほどの実力者です。筋肉獣の異名を取りますダグ・ファーナス。身長181センチ、115キロ。さあそのファーナスを振ったジョニー・スミス、どう出る。タックルはファーナスの勝ち。ジョニー・スミス、もんどり打って後頭部を打ちました。今日はこのハンセンがスミスをどう使うかが注目のポイントだったんですが、ちょっとカンナムに対しましてジョニー・スミス一周されてしまいました。さあリング内はサン・ハンセン、エルボー豪快、続いてスリーパー、一つ一つの技、エルボー、そしてスリーパー、重みがあります。さあサン・ハンセン完全にペースを取り戻しました。去年はタイトルには恵まれなかったスタンハンセン、現在は無冠の不沈冠であります。さあ絞り上げていきます。そのまま今度はスタンディングに持ち込んだ。さあこのまま締め落とすぐらいの勢い、だんだん顔面強調してまいりましたスタンハンセン。あーしかしさすがパワーには定評がありますダグ・ファーラス、逆にスタンハンセンの左腕ねじれ上げていきます。クロファットにスイッチです。続いて左腕攻めていきます。タックマッチ、スタンハンセン、ジョニー・スミス組対ダニー・クロファット、ダグ・ファーラス組。30分のうちの5分が経過しました。さあリング内、世界ジュニアヘビー級チャンピオンダニー・クロファットがスタン・ハンセンの左腕攻めていきます。昨年末に行われた世界最強タッグ決定リーグ戦ではこのカンナムエクスプレスは5勝4敗で10チーム中の第5位、いわゆる4強のすぐ下につけました。世界タッグに向けて1995年新たなスタートを切りたいカナダアメリカコンビカンナムエクスプレスであります。エルボーを落としていきます。豪快、サン・ハンセン195センチ、140キロ、エルボー一つにも重みがあります。ボディスラムからカバーに入ったジョニー・スミス、カウントは一つ。さあロープに振り返したクロファット、どうしてもペースがつかめません。ペースをつかみかけるとスタン・ハンセンがリングイン、そして突き放題やられてしまうというパターンが続いていますカンナム。カウントは2つ。このジョニー・スミスが
リングインしている間になんとかペースをつかみたいカンナムですが、あーっとクロファットの動きが止まってしまいました。フライングメイヤー、エルボーを落としていきます。ツーカウントです。手を伸ばします。ハンセン、ここでタッチ。さあハンセン、ジョニー・スミス組、いいタッチワークを見せております。さあ今度はダブルの攻撃か。ロープに振った、ダブルのショルダースルー、高いエルボー落とします。カウントは2つ。あーっとクロファットどうした、肩で息をしている。クロファットにしては珍しく苦しそうな表情を浮かべております。さあハンセンの太い腕がクロファットの顎のあたり締め上げていきます。締める方のハンセンも顔面真っ赤。おっとクロファット、ファーナスにも突っかけていきました。ファーナスは場外、あそしてクロファットも場外に叩き落とされました。さあ場外戦、ハンセン、あおっと椅子を持ち出した。そして1回2回クロファットの背中のあたり打ち付けていきました。ハンセン得意の椅子攻撃、思い出します。一昨年のやはりこの新春ジャイアントシリーズ開幕戦、このスタン・ハンセンが川田俊明に頭部に重傷を負わせまして、その後川田俊明は13日間欠場という大アクシデントが生まれました。さあサーリングライ、ジョニー・スミス胸を張ります。腰を落とします。ファーナスがカットに入ります。膝を落としていく。先ほど場外でスタン・ハンセンが椅子を打ちつけたあたりにジョニー・スミスリング内膝を落としていきます。そしてフェイスロック、あっとこれはクロファットにしては非常に珍しい、普通に満ちた表情を浮かべております。さあじりじりとロープに向かって北前進を続ける。やっとロープブレイク、連続してクロファットの背中ダメージを与えていきます。ハンセン、ジョニー・スミス組、あそして今度は待っていたハンセンの膝に顔面を打ち付けていきました。試合時間10分を経過いたしました。スタン・ハンセン、ジョニー・スミス組対ダニー・クロファット、ダグ・パーナス組、タッグマッチ30分の一本勝負。ここまでの時間帯完全にダニー・クロファットがスタン・ハンセン、ジョニー・スミス組に捕まっております。先ほどの場外の攻撃でスタン・ハンセンはクロファットの背中に椅子攻撃、非常に大きなダメージを受けましたクロファット。しかしスピンキック、さあここからカンナムのペースに持っていくことができるか。まずはファーナスにタッチしたいクロファットです。さあしかしクロファットフラフラ、手を伸ばします、あーっと手は届きません。スタン・ハンセンクロファットを捕まえてまずボディースラム、サッカーボールキック。140キロのスタン・ハンセン、サッカーボールキック非常に豪快です。あ先ほど椅子攻撃で痛めつけた背中のあたり腰のあたり、さらにダメージを加えていきます。その痛む腰でスタン・ハンセン140キロを持ち上げましたクロバット。さあここでファーナスにタッチしたい、おっと目の焦点が定まっていない、タッチが成立いたしました。さあパワーのファーナス、スタン・ハンセンをロープに振ったドロップキック、ファーナスといえばやはりこのドロップキックです。さあもう一度、おっとこれは読んでいたハンセン、しかしタイミングをかわしてもう一度ドロップキック2連発、カウント2つで返しています。さあ今度は対角線に振りました、あーっと体当たりはかわした、バックを取った、バックドロップ崩壊、おっとこれは後頭部からダグファーナスをしていきました。
さあそしてカバーする、カウントは2、カウント2、返していますファーナス、おっと三半線も足元が定まらない、ミサイルキックはジョニー・スミス、ロープに飛んでラリアット、カバーはどうか、カウントは2つ、強引にボディスラム打っていきました。そしてニュートラルコーナー、トップロープを目指します、トップロープを目指す、あーしかしこれを見ていたクロファットカットに入ります、あそれもハンセンが一周、ダイビングエルボー、カウント2、カウント2、ファーナス返しています。さあ世界タッグ、被害の世界タッグに挑戦するためには今日は新たな1ページとしたいタッカンナム、さあトップロープからダイビングボディープレス、カバーはどうか、2カウントで返しています。さあタイガードライバーの体勢、スタンハンセンをカット、カーッとかわします、しかし離しません、あくまでもタイガードライバーにこだわるクロワット、しかしも豪快な DDT、 逆にカバーされます、カウント2、あっとファーナスはハンセンが抑えている、ファーナスはハンセンが抑えている、リングライン、クロファット、そしてジョニー・スミス、さあパワーボムの体勢か、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。さてそのジャイアントキマラのヒップアタックを自爆させました大森から秋山にスイッチであります。このチームではチームリーダーの秋山、そして大森がジャイアントキマラの大きな大きな腹にストンピングであります。今日はピンクのペイントが施してあるジャイアントキマラのボディに今度はジャンピングにアタック、勢いがありました。いいですね、モータさん。いいですね。要するにこういうパワーの。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Let's go。 あーそのままエビゾリの体勢、しかし桃田さん、はい、ここは小橋も何らかの一撃を加えてあのピンチを出しないといけませんね。そうですね、当然あのチャンピオンチームとすれば、あの今小橋選手は要するにどうやってチャンスを見出して三沢、はい、選手につなげられるかっていうのがポイントだと思いますよね。はい、しかしその小橋に反撃の隙を与えません。チャレンジャーチーム、カウエと、そして川田が速いタッチワークで小橋を攻め立てます。あーそして2階席までぎっしり4200人超満員の山形県体育館の観客から小橋コールです。小橋、この声援に応えることができるでしょうか。小橋がサードロープに逃れました。命綱のサードロープです。しかし田植えがのっしのっしと入ってきます。そして片指に固めてどっかと小橋の腰の上に腰を下ろしました。これは三沢カットか伺います。画面の左に見えている三沢の背中、ロープに逃れます。
川田にスイッチ、チャレンジャーチーム青コーナー川田が入ってきます。小橋は場外戦で右膝にダメージを受けてから動きが止まっています。あーそしてまたも右膝裏、これはまたここまでダメージを受けますとムーンサルトプレスなどを得意としている小橋、この後のファイトにも響きますからね。もちろん足っていうのはもう絡みですから ね、 あの足をやると絶対に動きがやっぱりどうしても、ね、あの気持ちなくなるっていうかね、力が出し切れないですよね、はい。さあその小橋ですが、ここも右膝裏、今ここでサードロープに逃れました。あと2ドロップです。川田そして田上のスイッチ、またこのチャレンジャーチームのタッチワーク早いですね。早いですね、もう完全に今のところ要するにチャレンジャーチームのペースでうまいこと言ってますね、さあ小橋エルボー、あーローリングする頸動脈チョップ、ここは三沢につなぎたい。あここは川田が、あっと川田もこれを待ち構えていたが顔面蹴りです。いや今顔面にキック入ったね、はい顔面ですね、そしてとうとう時間は40分ですよ。これは現世界タッグチャンピオンチーム劣勢です。劣勢、コーナーでは田上が待ち構える、危ないラリアットだ、三沢は場外勝てません。さあチャレンジャーチーム田上が青コーナー満を持しているのか、勝てない三沢どうする、チャンピオンチーム右腕を回した田上、小橋が危ないランニングネックブリカードロップ、そうですね、マーボムか、コマシがこらえる、コマシがこらえる、リバーススープレックスです。あしかしカオを釣様突っかけます。マーボムか、あ川田がミサを追い落として、コマシはなんとかふらふらに投げながらも返しました。踏みつけます。試合は40分を超えています。世界タッグ選手権試合、山形市で初めての世界タッグ選手権試合です。顔面蹴り、長い助走でした、がっくりと前に崩れ落ちます。小橋そして三沢がまだ立てません。山本さん、これは三沢のダメージは想像以上ですね。そうですね、かなり頭を打ったのと、要するにもうエプロンから硬いですからね、そして今やっと三沢が戻ってきました。あーしかし川田が顔面蹴り、おお三沢が怖い、おお三沢が怖い、あーとその三沢を投げ倒しました川田です。いや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 、これはチャンピオンチーム大ピンチ、パワーボム投げ捨て、そしておなんだどうするんだ、命綱が田上、そして場外では場外でも投げ捨てましたね、川田が三沢を投げ捨てジャーマン、そしてリング上は田上がエルボードロップの援護射撃、ここで戻ってきた川田が片指に固めてカウントは1、2、おっと、いや絶対絶命チャンピオンチーム状況。さあチャレンジャーチーム1年5ヶ月ぶりの世界タッグ対戦なるか、そして川田俊明五冠王なるでしょうか。小橋コールを心地よさそうに受けます。田上ラリアット、もうなりふり構わず投げ倒しました。小橋フラフラになりながら抱きつきながら立ち上がるところ、もう一度リアットです。力
かし果たして小橋健太は死んでいるのか生きているのか。もう一発アリアットです。これで3連発境目で固めた。カウントはおっとカウント2。野本さん、まだ小橋は死んでませんね。そうですね、本当素晴らしい精神力というかね、本当にもう普通だったらもうとっくにカウントされてもしょうがない。そうですね、そして三沢はまだ立てません。しかしリング上の攻め立てられている小橋、私はまだ小橋は生きていると言いたい。ノドアウトしか、これを捉える小橋ヘッドバット。さあこのノドア落としは危ないぞ、危ない。デインジャラスノドア落としだ。小橋サードロープへ、サードロープへ逃げる。オウタウエ、オウタウエ逃げる小橋。赤コーナーにはしかし三沢はいません。さあ山形県体育館最高潮、小橋コールが、小橋健太、君の耳には聞こえるだろうか。ノドア落とし、危ない。おっと、赤コーナーに飛ばしました。タウエアキラです。45分経過です。45分経過です。さあ、タウエが何を持ってくる。おっと、勢いをつけてノドア落とした。小橋が逃げます。小橋さん、この小橋のエスケープは正解ですね。いや当然ですね、もうここにいる限りリングアウトの可能性はありますが、ホールを取られる可能性はありません。この間に回復することができるか小橋健太。その小橋健太の前に三沢が倒れています。三沢が今見えました。背中が見えている三沢、もう少し三沢立てません。三沢が立てません。放送席前、三沢はブロッキー、そしてリング上では小橋がブロッキー。これも耐えました小橋です。さあそしてチャレンジャーチーム元気いっぱいです。その有様は肉肉しいほどです。川田がブロッキーの小橋を引きずり引きずり、そして立ち上がらせようとしています。いやそれにしても世界タッグチャンピオンチーム心配です。果たして初防衛はならないのか。チャレンジャーチームが1年5ヶ月ぶりにベルトを腰に巻くのか。あーっと軽量ネックチョップ、そしておーっとスリーカーは投げ返した。顔面蹴り、同時にスリーカーに振った。これは入店の同時目スリーカーです。いや危ないですね、これは危ない、はい、これは危ない。バッチリ入ってますか。あ、ちょっと外れましたね。外れました。小橋がローリングしてサードロープに逃れました。あと、あ、うわー、田植え、田植え、これはものすごいサポート。ミロチンドロップでした。そしてバックを取られると小橋危ない。デインジャラスバックドロップ、三冠ヘビー級チャンピオンのデインジャラスバックドロップです。これは小橋は危ない。川田はここはまとめてお見舞いしてくるでしょう。三沢のカットはありません。小橋ロンリーバトル、ここを耐えるか、風雪に耐えるか。山形県体育館持ち上がったパワーボム、万事休すか。よみがえった三沢みつまる、いやよくよみがえりました三沢です。いや本当危機一髪ですね、もう三沢選手もね朦朧としてる中で、はい、しかし依然としてチャレンジャーチーム要因変わりはありません。川田はストレッチクラブです。川田は小橋をストレッチクラブ、そして田植が三沢とやり合っています。三沢のスピンキック、そしてエンディングリン、しかし小橋は依然として危ない。小橋が危ない。走れ三沢、走れ三沢、君なら間に合う。三沢の
です。ミサオのカットロープに飛んでさらにエルボー、もう一発エルボーします、エルボー、エルボーします、エルボー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 、あっとかわされた、あっとパンチだ。しかしミサオも黙ってはいません。さあそして小橋はうつ伏せ、小橋を気遣います。三沢、田植は今場外、河原は来の字、またコーナーに引っ張ってきた。おっと田植を場外に叩き落として、さあそして赤コーナーでチャンピオンチームアタック成立するか。もうすぐ三沢の手が見えます。小橋タッチ成立、タッチ成立、さあ三沢だ。怖くない。三沢攻めます、三沢攻める、三沢攻める、後ろから川田危ない。もう少しエルボー、ここはもうエルボーだけが命綱。あっと右だから蹴る。50分経過です、50分経過。いやだけど、はい、これは本当にチャレンジャーチームはものすごい上手い攻めですよね、もう完全に寸断されてますからね、はい、チャンピオンチームはもうこれは圧倒的にチャレンジャーチーム優位ですね。そうですね、よく、まあ、ここまでチャンピオンチームが持ったと申し上げておきましょう。いや本当に精神力以外何もないですね、全国のプロレスファンの皆さんに申し上げておきます。もう試合は50分を経過しております。世界タッグ選手権史上最長の試合です。ローリンエルボー、ローリンエルボー、さあ圧倒的に押されまくったチャンピオンチーム、ここで起死回生の大逆転なるか、初防衛なるか。三沢ピンチを乗り越えて、はい、ここからチャンピオンチームですね。そうですね、そしてフェイスロックに入りました。ただまだ小林選手も守ろうとしてますんでね、おーパンチャーかわされた小林、おーしかし三沢のサポートフェイスロックを解きました。もう一発、おーっと頭からいった、小手スイシーだ。今だけどトップロープを越えてったんですよね、はい、さあそしてタウエをフェイスロックに捉えます。もう試合は50分を超えています。中田龍リンガーダンサーはすでに木口を手にしている。落ちるかタウエ、落とすか三沢、もうすぐそこにサードロープがある。タウエ右腕を伸ばすか、届くか、まだ、おっとノープレス、ノープレス、そして場外は小橋と川田、さあリング上三沢がフライングメイヤーから体勢を立て直してのフェイスロックです。川田のカットを小橋が防ぎます。小橋が川田の足を捕まえている、川田の足を捕まえているが、フェイスロック落とし切れるか。三沢道ある、落とすか、あのジャンボ鶴田からギブアップを奪ったフェイスロック、カバーに入った、カウント2、カウント2だ。三沢落としきれないと見てホールに向かいました。しかしカウント2で跳ね返されています。そしてタイガースープレックスの体勢です。三沢、三沢、あの川田を沈めたタイガースープレックス、もう一度カバー。さあここは両チームともあとは精神力です。小橋にスイッチしましたよ。さあ小橋、この表情です。水平、まずは一発、しかし小橋もこのヨロヨロの体勢でよく攻めます。本当に精神力ですね。本当ですね。一体この4人の男たちはどうなっちゃってるんでしょうか。逆コーナーに振ってエルボー、そ
してトラスキック、エンズリーにエルボーです。そしてコバシがピロチーン先頭、カバーはコバシ。あと、いや、カウントは、あ、カウント2ですね。いや、カウント2ですね。カウント2ですね。もうこんな場面がいっぱいあって私の訳が分からなくなってきた。一気になんかケースが逆転しちゃったんですね。そ, ね、そして拳を握った山形で初めての世界タッグ選手権試合に小橋が舞います。あー空爆、まさに小橋の爆発は自爆。山形さん、はい、この50分を超えてもカウエもまだ見えてるんですね。そうですね、まあ、みんな素晴らしいスタミナという全員力を持ってますよね。もうこの4人のスタミナに放送席の私がついていけなくなりそうです。今カウエが立ち上がる、小橋が立ち上がる、突進ハイキックラリアット、小橋渾身のラリアット、しかし背後から川田蹴っていく、バックを取るか、バックを取るか、軽動なチョップ、ミサールカット、タイガードライバーだ、トラが奪ったミサールミサール、しかし試合の権利があるのは川上と小橋。残り5分を切りました。ギロチンだ、もう1回ムーンサルトだ、別面水爆だ。さあ今度は爆発か、かましまった、ワン、ツー、これもカウントが入りません、これもカウントが入りません。いやはや、これはもう大変な試合です。皆さん、こうなると本当に4人ともですね、はい、もう朦朧としてる中で、もうチャンスがあれば攻撃し、はい、もうやられては攻撃しという感じでですね、全くですね、もうこれは会場内の皆さんも、そしてテレビの前の皆さんもぐったりだと思います。おっと、投げ倒しました小橋。いや、今喉を落とし でしたね。カウエが放つべき技を小橋が放ちました。そして腕を回す、右腕を回したとき、これは小橋健太のラリアットの合図です。皆さん、よくこの右腕を見てください。あった、川田がいました。そして顔面グリー、お、あ、目が危ない、目が危ない、小橋の目が危ない。いや、今外からあのキック行ったんですよ、川田選手は。あれがあの米紙のところまともに入りました ね、そして川田がここで川田にタッチしたらチャンスですね。チャンスですね。チャレンジャーチームチャンス、チャレンジャーチームチャンス、かかと落とし。さあ残り試合時間はとっくに5分を切っています。果たしてこの勝負に決着はつくのか、60分時間切り引き分けか。おお、ここで回るか、小橋健太ローリングクレイドル回転ユニースがダメだ。さあここで止まった、カウントは残り3分を切りました。このまま時間切れ引き分けですと第25代世界タッグ選手権チーム三沢小橋組が初防衛になります。三沢がピコーナーのトップロープ、何を持ってくる三沢、ミサイルキックか、それともエルボーか。あっと倒した、カウンターのキックだ。素晴らしい。もうみんながですね、その相手が攻撃してくるのを見て、読んでますね、本当に読んでますね、裏を書いてますね。この57分、おっとバックになった、ジャーマン、これでも決まりません。残り2分を切りました。今残り2分といった中田流リングアナウンサーも咳込んでおります。三沢、おお、なんだなんだ、超ローリングダイビングエルボー、カウエのカットがある。そうだ、カウエがいました。これは世界タッグの選手権試合でした。ここはチャンピオンチーム最後に見せるか、スイーパーとフェイスロックのトライ組であります。
れるか、落としきれるか、小橋が必死に田植えを抑えているが、山形で初めての世界タッグ選手権試合、田植えの突進です。皆さん聞こえましたか、残り時間1分です。三沢が飛んだ、ダービングボディープレス完工。はい、これでも決まりませんよ。60分じゃ足りませんね。なんて言っていいんですかね、もう残り試合時間1分切っています。三沢天候一匹のタイガードライバーを引きますか。残り時間30秒、皆さんストップウォッチをご用意ください。私は落とした川だ、時間切れ引き分け初防衛か、それとも決着をつけるか、両チームエルボー。さあそしてそして、田植えの突進、もう残り試合時間もない。どうする、チャンピオンチーム、チャレンジャーチーム、三沢。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Let's go. そのままエビ反りの体勢、しかし桃田さん、はい、ここは小橋も何らかの一撃を加えてあのピンチを出しないといけませんね。そうですね、当然あのチャンピオンチームとすれば、あの今小橋選手は要するにどうやってチャンスを見出して三沢選手につなげられるかっていうのがポイントだと思いますよね。はい、しかしその小橋に反撃の隙を与えません。チャレンジャーチーム、田植えと、そして川田が